はい、リーダーの身だしなみのお時間です。この番組では、毎週ゲストをお呼びしてこれまでのこと、そしてこれからのことをお聞きするとともに身だしなみで大切にしていることをゲストの方に聞いていこうと思います。パーソナリティは、身だしなみを通してあなたの人生の成功を演出するオーダーメイドスーツマージンの代表小川文彦が務めます。こちらの番組にお呼びしているゲストの方は、私自身が知り合った方とそのゲスト様からのご紹介でつなげております。ぜひ紹介いただければと思います。この番組ではですね、リスナーの皆様からご意見ご感想を募集しております。メールは 797@fmgiroan.com までお願いいたします。CM を挟みまして本日の、素敵なゲストに来ていただいてますのでご紹介したいと思います。それでは一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。軽自動車の時代、ゲーガマンドイビンド、長浜モーター、スズキの新型ソリオほか、ゲーガヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー、長浜モーター。はい、リーダーの皆さんに始まりました。本日のゲストは、日向さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単にじゃあ、はい、自己紹介をお願いします。はい、スピリチュアルカウンセラーの高木日向です。19歳です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。非常に若いということで、このラジオゲスト史で一番若いかもしれないです。あ、本当ですか？はい、嬉しいです。二十歳じゃないことですね。で、まあ、いろいろ紹介で、はい、日向さんと今日知り合ったんですけれども、はい、スピリチュアルカウンセラー、はい、そうです。ざっくりとじゃあリスナーの方がどういうことやってるのか、はい、説明してもらっていいですか。まあ、基本的にオーラを見てその人の体の不調とかこういうことに悩んでるとか、それがじゃあ過去世に原因があるのか今世に原因があるのかというのを特定して、まあ、体だったら内臓の中とかを見て、スキャナーってよく言われるんですけど、パッと見ただけでこの体の中が見えたりとか筋肉の状態とかが分かるので、それに合った朝段階で、そうなんです、パッと見て、あ、じゃあ今どこが痛そうとかが分かるので、それでカードを使って施術をしたりとか、あと潜在意識を書き換えるというのもやっていて、その潜在意識って自分で分からないところで悩んでる部分のことを言うんですけど、それが過去世に原因があったり、その過去世まで遡ってその原因を特定して、それを取り除いて新しい潜在意識を入れるっていうのをやっています。潜在意識って見えないもん、ね、そうです、無意識ですね。それを書き換える、書き換える、はい、本人は気づかないんです。そうです、変化の部分なので、そのじゃ例えば人見知りの人だったら、なんで人見知りを起こすのかっていう潜在意識の原因を特定して、それを改善すると人見知りが治るよっていうものです。そういうものですか。はい、あまり僕全然もうあまりか馴染みがない。そうですね、結構ニッチな部分では、ニッチな部分ですはい、じゃあこの仕事のことに、はい、突っ込んでいく前に、はい、なぜこういう仕事を始めたんですか。15歳の時からアルバイトをコンビニでしてたんですけど、15歳の時からアルバイト、中学卒業して、中学からスタート、高校行かずにアルバイトして、で17歳の時にまとわる男性と出会いまして、その方がお父様がこういうボディ のカードを使った施術をやられてて、でその方のやっぱ息子さんなので、潜在意識とかそういう方に興味があるみたい でその学校に行ってて、でその話をされてちょっと興味があって、私自身もすごい悩んでたの でそれでやってもらって、で私もできるようになれるかなっていう相談をしたところ、できるよって言ってやってみてできちゃったっていうのができちゃった初めです。じゃあなんかこの修行を積んだとかっていうことではなくて、そうですね、その瞑想って最近流行ってるじゃないですか、うん、
向いてるねってなって、じゃあそれを仕事にしていこうっていうので。じゃあその17歳の僕の時に知り合った男性は、はい、あの日向さんの今師匠みたいな。そうですね、そうなりますね。あ、その人はいくつぐらい、はい、4つ上でした。若いんですね。そうです、40歳ぐらいで。そうですか、はい、でじゃあ今もあの師匠にいろいろ教えてもらいます。師匠から独立して一人でやってます。はい。瞑想ってのはどういうことをするんですか。なんていうのか、リフレッシュの一環として最近世間が流行ってるんですけど。え、自分でできるもの、それとも施術を受けるもの。自分でできます。自分でできる。瞑想だけだと自分でできるんですけど、その技術を用いてその潜在意識見たりとか、うん、色、オーラの色見たりとかっていうのはやっぱテクニックの、その修行が必要になってくるんですけど、瞑想だけのそのリフレッシュだったら自分でできるので。へー、その施術っておっしゃるのは、はい、なんかこう触れたりして。触れないんです、これが。マッサージみたいなことなくて。じゃなくて、ただそのヒーリンググラフィックって呼んでるんですけど、模様が書かれたカードをその人に向けてパタパタするだけで楽になるっていう施術をしています。ちょっとにわかには信じがたい。そうなんですよ。っていうのを今もうじゃあ2年ぐらいやって。そうですね。で今はどういう感じで、はい、まあ、毎日のようにそういう施術をしながら。そうですね。どういう感じなんですか。ちなみにその見ただけで、はい、あの体の悪いところ、はい、何を見ていくんですか。顔色とかですか。いや全然関係ない。でも本当に感覚的なんですけど、じゃオーラが、肩のオーラが破れてるとかだと、肩凝ってるんだろうなと思って、ちょっと肩のところにフォーカス当てるとやっぱ筋肉がガチガチになったり、あとちょっと、がついてたりとか。ちょっと、わかるんですか。わかります、わかります。わかります。はい。ちょっと言ってもらえたりするんですか。頭結構使いますよね。首疲れてて、目も疲れてて。疲れてばっかりですね。ちょっと胃が疲れてますね。胃が疲れてる。ちょうどお昼食べたから。そうですね。もあるし、あと結構飲みます、最近。そうですね。それの疲れが結構起きてる。確かに。まあなんか、あの、おじさんにありがちですけど、確かに飲み疲れてはいますね。深い睡眠が取れてないかなっていう感じはしてます。はい。なんか、じゃあ、どういったアドバイスをするんですか、それに。もう言われたことを直していくの。直すっていうのが多分、自分では難しいので、それこそカードを使ったりとか、あと、そう、なんだろう、なんでこういう肩こりとか、腹痛が起きたんだっていうのを、結構食べ物が原因だったりして、するので、最近こういうの食べましたかって言うと、食べましたって言って、それを機会をもらったりとか、代わりになんか豆とかってあんま食べないんですよね、皆さん。なので豆食べてくださいって言ったりとか。豆を食べる。そうなんです。豆って結構日本人の体に合ってて、栄養素もすごい馴染むので。納豆とかで。そうですよね。へえ、そうなんですね、はい。で今は大体どれぐらいの人数とか人を見てきた。大体20人か30人くらい出てきました。あ、そっか、2年やってる、さっき話聞いたので、はい、ちょっとお休みしてた。そうなんです、10ヶ月休んでて、その間はもう本当に違うことに専念してたので、その間はもう個人事業から離れていたので、ね、19でね、個人事業、はい、始めたのが先月ぐらい。そうです、そうです、先月の終わりくらいからまた再スタートして。ってことは、その先月の終わりくらいから20人、はい、30人ってことですか。そうですね。ずいぶん結構、あの、頻度で。ありがたいことに。へぇ。紹介いただいたりとか、興味持ってくれたりとかね。その人がどういうふうに変わっていくんですか。そうですね。まだなかなかそこまでまだ生きれてない。やっぱ長い期間を設けて見ていくのが一般的なんですけど、以前結構1年ぐらいかけて、その潜在意識書き換えた方とかは、まあ、お茶とか普通場で全然話に入れなかったっていう方だったんですけど、自然に話しかけられなかったりとか、自然に笑顔が増えていくことが多くなって、こっちも嬉しくなったりとか。え、じゃあその日向さんがアドバイスをするんですか、はい、そのさっき言ったパタパタっていうので、本人がふわっと変わってくるんですか。そうです、パタパタするだけで変わるので、私のアドバイスというかそのカードの効果とか、すごいですね。マインドに関してはもうアドバイスというかもう強制的に思考を変えているので、はい、その場でもすぐ変わっちゃうので。すごいですね。潜在
在意識って、はい、その無意識で、はい、じゃ あの無意識的に、はい、あの良くないことをしてっちゃってる人がいたり、うん、逆に言ったら無意識的にどんどんいいことをつなげていく人っていうのはやっぱいるんですね。はい、いますいます。それも自分の中に望んでたりとか引き寄せとか結構言うんですけど、うん、その潜在意識の一部でありますけど、うん、すごくあのニッチですよね。そうですね、あまり尖ってますね。どうですか、あの、はい、10ヶ月の期間を今始めてみてやっていて、うん、こう面白い出来事とか、うん、面白い知り合いがいたとか、うん、そうですね、うん、面白い知り合い、まあ、あの仕事をしてて、はい、あの、うん、例えば嬉しかったこととか、うん、辛かったこととか、うん、嬉しかったことはその以前休む前に親子のヒーリングをセッションやってたんですけど、うん、ただそのお母さんとその次女の2人で来てくれて、うん、そしたら最近この2人の変わりようがすごいから長女が受けたいって言ってるんですって言ってくれて、それで今度またセッションすることになって、うん、それで家族みんなで受けたいって言ってくれるのはすごい嬉しいなと思いました。でも家族ぐるみでじゃあ、そうですそうです、ひなこちゃんを使ってはい、ありがとうございます。1時間ぐらいで見るの？そう、1回1時間で、それを半年とかかけてじっくりと書いていく。その、あの師匠みたいな人は、はい、もうこの仕事を1本で長くやってるんですか？その方は今は多分この仕事1本ではないと思うんですけど、なんか趣味の方もやられてて、その方は、うん、私だけちょっと熱量高いみたいな感じで、この、はい、今、はい、2年やってる、まあ、復帰された、はい、ってことなんですけど、はい、どういうことがきっかけで、はい、今こう熱量が上がっていってるんですか？なんか最近そのイベントに誘われることが多くなって、うん、それこそ個人事業のやってる方の集まりとかが多くて、うん、でそこで話を聞いてて、こんなに自由に伸び伸びとやってる方がたくさん、好きなことで食べていってる方がたくさんいるのに、うん、私飲食店で勤めてたんですけど、うん、飲食店って結構毎日大変で、休みもほとんどないみたいな状態だったんですけど、うんうん、じゃあそれで、まあ、自分もともと個人事業やってた身だったので、うん、もうせっかくこうやって求められてたコンテンツなのに、あの休んで、まあ、で飲食店っていうのが窮屈でやっていくのってちょっともったいないと思っちゃって私が、うん、でちょっとまたやろうかなと思ったのがきっかけです。へえ、そのじゃあ飲食店、はい、でどれぐらい勤めてたの？それが10ヶ月です。10ヶ月、あ、はい、まさにその期間ですね。もう全部飲食店に捧げたんですけど。それはじゃあその、はい、あの1回、はい、挫折しちゃったんですか？そうですね、その時にちょうど鬱みたいになって、私がメンタル的に潰れちゃって、1人で全部やらなきゃいけないって、もともと師匠が2人でやったんですけど、 そこから1人になって、じゃあ全部自分がやらなきゃいけないっていう状況に置かれた時に、ちょっと自分のキャパシティを理解しなかったと思って潰れてしまって、で気分転換として友達に誘われたんですよ、ここで働かないって。でしたら楽しくなって飲食店にそのまま時間を費やしてたんですけど。どういうのが辛かった、はい、自分でやっていくことの限界が、それキャパがこれぐらいだったら分かったと思うんですけど、はい、例えばどういうことが大変だったんですか、自分でやってて。っていうか、そのもうパソコン開いた瞬間に何をやればいいかわからないっていう感じで、さあって今日は朝起きてきっとやることは明確なんですけど、何すればいいんだっけみたいな、その自分の中でこんがらがってる状態なのが毎日続いたので、うん、何をしていけば食べれるんだろうみたいな、うん、それ一本だったね、その時もそういう感じが毎日ありましたね。それってすごい自営業あるあるっていうか、ありますね、うん、だってあの要はあの会社勤めてて、はい、あのこの時間いれば、まあ、働きの良し悪しに関わると給料もらえる場所と、うん、全く変わらないわけじゃないですか、はい、で自分からパソコンのなんかちょっとでも手を動かさない限り何も進まないし、うん、そうですね、閉じてしまうかもしれないし寝ちゃうかもしれないし、うん、そういった中でこう、あ、俺って何やってんだ、私って何やってんだって時間に来るじゃないですか、うん、
ぱそういうのがなかなか積み重なってたりしたんですか。そうですね、あとはもうひたすら毎日続けて、多分苦手とかそういうの言ってらんないと思って、ずっと自分の声無視してって言ったらそうなって、まあ、ちょっとこれはまずいと食欲もなくなっちゃって、1週間で5キロとかガッて痩せて、ほぼけちゃってるみたいな状態になっちゃって、これはちょっとまずいってなって、自分の楽しみとかも分からなくなってたんで、人生も何が楽しいのかみたいな。15? 18歳ですね、その時は。18歳の時にそう思って、いろんな方に相談して、その中に何とか軸を自分に戻して、こうやって続けてやってます。じゃあ、まあ、ある意味で言ったら10ヶ月っていうのは、自分のこうメンタルを戻す、まあ、回復期間みたいな、良、かった10ヶ月ですよね。そうですね、すごく楽しい、新しいこともいろいろ経験しましたし、普通にこの個人事業だけで進んでいたらきっとできなかったことをやってきたので、楽しかったです。僕の知り合いでも自営業でスタイリストやってる人がいるんですけど、その人自分がこう空いた時間とかに仕事くれたりするんですよ。うまく手伝って、一日手伝ってっていうのが、で、その人と知り合ったのは、僕ドカッとの仕事やってる時、気分転換を兼ねて、自分で一人でやってると、まあこう考えてズドンとなっちゃうことあるじゃないですか、そういうのが嫌で、自分でやってる限り常に自分が一番になるみたいな、自営業のトップじゃないですか、下がいないじゃないですか、だとなんかこう偉くなって気になっちゃうし、自分で全部動かせるのに、自分に全部ストレスも返ってくるし、背中で人に雇われて仕事をしてたい時間も作りたかったんですよね。そこで知り合ったんですけど、その人もすごい同じこと言って、別で何かやってた方がリフレッシャーできるっていうのは、本当にそうですね。今改めて再スタートを聞いて、もう過去同じようなことにならないように、こうなんか意識してることとかもあるんですか。そうですね、とりあえずその何が楽しいっていうのが、その楽しみを見つける、何よりもそれこそ私こういうファッションが好きなんですけど、結構レトロなファッションが好きだったりとか、まあ、このレトロじゃなくても可愛らしかったりかっこよかったりっていう服が結構好きなんで、とか、あとはもうネイルとか楽しんだりとか、髪色変えるの楽しんだりとか、何事も楽しむっていうことにちょっとフォーカスしようと思って、そこは大事にしてます。ちょっと深いこと聞いていきたいんですけど、その休憩する前って、例えばそういう気持ちにならなかったんですか。自分を楽しもう、今をすごく楽しんでいこうとか、服とか、まあ、そのネイルもそうですし、髪型もそうですし、全然なかったというか、その言われて聞いてたんですけど、自分も人生の軸が自分じゃなかったんです、そもそも人生の軸が自分じゃなかった、はい、それこそ、どうだったんですか、軸は。その師匠がいるから自分がいると思ってたんですよ。師匠がいたから私がこうやって授業できて、こういう仕事に就けたって思ってて、この人がじゃあ私のところがいなくなって独立になって、じゃあもうどうして終わりだみたいなことを思ってたんで独立するのは自分で選んだんじゃない、師匠が2人で選びましたね。なんかあったんですか。お互いのために、じゃあお互いその師匠がもともと横浜に住んでたんですけど、福岡が実家で、私ちょっと実家に帰ることになって、もう独立せざるを得ない状態になったんですけど。なるほど、はい、じゃあ自分で選んだとはあんまり言えないのですが、はい、しょうがなく、はい、そうですね、で、独立したらいいよ、どうしようっていう。そうですね、一人でやったことなかったので、し、やっぱそこまで特に興味なかったんです、そこの時は、てか18歳でしたそうなんですよ、すごいね俺ら18では止められないけど、で、その、まあ、楽しみもそんなにないし、友達と遊ぶけど、っていう状態で、その中では友達が誘ってくれたりとか、意外とやっぱ気づかないところに恵まれてたっていうところに気づいて、っていう感じです。じゃあその例えばこう師匠とじゃあ仕方がないよねってことで分かれ、まあ、ゆうくんも東京と横浜、はい、福岡、はい、だからしょうがなくってところで、はい、でも連絡はまあ取り合えるじゃないですか、はい、そういうところで続けていくのもなかったんですよ、はい、なかったですね、もう別れてやろうと、そうですね、やるなら一人でも持ちたいと、自分のペースでやりたいと思っちゃったんで、それもすごい決断ですね。そうですね決断力だけは持ち合わせてます。まあでも良かったですよね、その飲食に行くことができて、そうですね、まあ、
それ楽しかったですね。はい、楽しかったです。でもまあ、さっきも聞いたんですけど、はい、人に雇われてるより自分で楽しいことしたいのにシンとしちゃって、うんうん、そうですね、自由にやりたいと思っちゃって、うん、同じ時間に出勤して、うん、同じ仕事内容をして帰って寝てまた起きてっていう同じ繰り返し、薄い一日っていうのが耐えられなくなっちゃって、まあ、考えることっていうのはやっぱ多くなりますもんね、自営業は。ね、はい、今日一日どういうふうに過ごそうで、うん、毎日が積み重なって、それが1ヶ月1年になってるんですからね。そうですよね。今じゃあ、なんかこう、一日の過ごし方で自分のルールがあるんですか？はい、自分のルールは特に決めてなくて、ルールっても決めちゃうとダメになっちゃうタイプなんですよ。うん、縛られたくなくて独立だけどね。自分がやりたいことをやる。本読みたいなと思ったら読むし、パソコン触りたいなと思ったら触っていろいろやるし、うん、だと思ってやりたくないと思ったらやらないです。うん、そういう時はどうするんですか？のんびりしてるんですか？もうショッピングとか、もう休みのテンションで出かけてったりとかします。すごいですね。僕、自分がこの自営業やってると思うのは、仕事がない日々が怖いんですよ。うん、はい、あれ、明日アポイント外しちゃったら一日何もないなとか、うん、じゃあ休もうって気分になかなか慣れなかったりもするんですけど、うん、そういうのってどうなんですか？逆に、気の毒になるみたいな。あんまりいいとは思わないんですけど、まあ、なんとかなるでしょ、みたいな感じで乗り切ってます。なるほど。じゃあせっかくなんで、あと3分、4分で終わったんで、はい、ファッションのことについても聞いていきたいんですけど、はい、さっき、自分はこうお休み期間を経て、はい、今楽しみを日々見つけ出していくのが自分のやりたいことだっていう話があったんですけど、はい、なんかこだわりがあるんですか？まあ、見た目からね、こだわりないとは言われてない雰囲気ですけど、はい、こだわり、まあ、とりあえず自分の中のコンセプトで、とにかく人と被らない、ちょっと被らない、はい、ところですね。例えば人と被らないっていうのは、はい、髪の色とかももちろんそうですよね。はい、そうですね。この金髪もそうなんですけど、組み合わせとか、色の使い方、色を組み合わせるのがすごく好きで、うん、で、その今こういうブルーのワンピースなんですけど、うん、こういうレトロなものも好きですし、はたまたかっこいいものも好きですし、うん、そういうところで人が持ってなさそうなものをチョイスするのがすごい好きで、もちろん柄物とかも好きですし。はい、で、人から、はい、それどこで買ったのって言われたい。言われたいです。え、これどこのって言われるんですけど、私は古着を着たくなくて、うん、それがね、ちょっとまた全部既製品で商品としてあるものなんですけど、うん、そのいつか自分のファッションを真似してくれる人が出てくるといいなっていうのを、うん、今からちょっと実践してて、古着だと一点物とか多いじゃないですか、はい、そうなると言えないじゃないですか、これどこのなんだって。確かに、ね、古着なんです、ごめんなさいって言うしかないじゃないですか。それがちょっと悲しくてっていうのもあって、全部あるものを使ってます。もうじゃあ自分と同じものを揃えられるようなことがやってほしい。そんな、はい、ひなたちゃんの例えば今後5年後10年後ってどういうことを考えてるんですか？はい、今後はどちらかというと今スピリチュアルをメインにしてるしんですけど、うん、スピリチュアルもやりながらファッション系もかじっていきたいなと思ってます。へえー、あ、さっきファッションっていうのはあんまりこう興味なかったっていうのもがっつりだ今は。はい、もう興味が出てきてます。どういう風にしていきたいんですか？そのデザインやりたくて、服のデザイン、ブランドっていうよりかは、なんかそのあるブランドの中でなんかデザインしてくださいとかの方が私は多分いいんですけど、うん、なんかこのじゃあこのブランドだったとしても、もうちょっとこうだったらいいのにとか、こういう生地だったら買ったのにとか結構多いですけど、私は、うん、なのでそういうところをきっと分かってくれる人が誰かしらいると思って、うん、私はなのでそういう人に刺さるようにデザインしたいなってずっと思ってます。じゃあもう多くの人に受けてほしいわけじゃなくて、はい、そうですね、欲しいと思った人に提供するような、こういう個性的な見た目を目指してる方に刺さるような、その仲間を作りたいっていうのがあって、ファンビジネスですね。はい、オンラインサロンなんかやったりとか、ね、そうですね、確かに面白そうですよね。スピリチュアルだったね。確かに、そうですね。じゃあまあそんなファッションとかをやっていきたいような先があると、はい、じゃあもちろん
スピリチュアルを続けながらってことですね。はい、ありがとうございます。はい、そんな若くして、自営業を心に入れて、ひなこちゃんに今日はゲストに来ていただきました。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。また機会があれば来ててください。はい、ありがとうございます。飲んで食って吸って吐いて清水バー